聞いてくださいよ。嬉しいことあった。嬉しいことあった。あのね、私ね、ヘッドドレス作ってるじゃないですか。で、それで、ヘッドドレスどんなものかちょっと見せるね。あ、そう、夢があって、私、ヘッドドレスを、なんかね、北九州のド派手成人式って皆さんご存知ありますか？私、あれを、オードリーの若林さんの番組で見て、うわ、いいな、上がると思ったんですよ。好き、あ、こういう世界観の成人式めっちゃ好きと思って、それがね、すごい頭に残ってて、で、ある日、はってひらめいて、ちょっと待って、この派手さを愛している北九州の子供たち、きっと私の、ヘッドドレス、きっと好きだと思うと思って、世界観的に合うと思うと思って、北九州の成人式で子供たちが、私のヘッドドレスつけてくれたらめっちゃ嬉しいなと思って、ビジョンボード作ってたんですよ。ちょっと見せるね、それを。よくない？もうこの色彩、ほら、私ね、上から2番目の右側の比較のマスの子が、すげえ可愛いなと思ったんだけど、頭にさ、イノシシ乗せてるんだよね。こういう感覚の子がいるんだなと思ったら、もうね、夢と期待しかなかったし、あと一番下の子いるじゃない？頭にバービー人形乗せてるじゃない？はい、好きと思って。あ、こういう子たちめっちゃ好きと思って。で、なんかできないかなと思ったんですよ。でも、私何のつてもないし、何にもないから、何にもねえな、どうしたらいいかわからないから、とりあえずほっといたんですよ。やりたいな、いいな。いいな、ヘッドドレス成人式でつけてくれて、なんか、ドヤさってみんながやってる姿すげえ見てえなって言って味わってたんですよ。で、それで、あって思って、そうだと思って、貸衣装屋さんの、この、まだ貸衣装屋さんの名前言わないけど、その貸衣装屋さんの方に連絡をしてみようと思って、で、それで、アポの連絡を入れたんですよ。私、ヘッドドレスめっちゃ作ってます。それで、もしよかったら、作品見ていただけませんか？お話しして、できませんか？っていう風に、連絡を入れたんですよ。で、今週か。今週連絡のメールを入れて、で、それで、電話かけるの空いてたんだけれども、そしたら、今日、返信が来て、拝見しますっていう連絡が来たの。すっごく嬉しい。すごく嬉しい。もうどこの馬の骨ともわからない、ような、まあ、元なわけじゃないですか。でも、それでも、作品見てくれるっていう風に言ってくれたことがまず、すごく嬉しいと思って、この後どうなるかわかんないけど、ぬか喜びでも買わないから喜ぼうと思って、今こうやって喜びのエネルギーを、こうやって出してます。すごく嬉しかった。すごく嬉しかった。なんかね、やっぱそうなのかなと思ったのが、やっぱそうなのかなっていうかそうなんだけど、やってる？みんな鏡のワークやってる？自分の目を見て、おめでとう！おめでとう！ってやってる？やった方がいいよみんな。だってね、この数週間のさ、私のさ、ありがとう！拍手してくれてありがとう！もう、わかりやすいからさ、UFO を見れたりとかさ、車を買うことになったりとかさ、ずっと乗りたかったロードスター、私、マニュアル運転できないから、私試乗できないんだなって諦めてたものが、オートマで運転できるようになったりとか、今月ものすごい勢いで私がいつか叶えたかったことが光の速さで一気に叶ってるんですよ。皆さん、一気に叶ってるんですよ。これは一体何が起きてるのかという話をすると、それは私の地道なコツコツとした努力が実ってるからです。私は日常生活の中でエネルギーを上げるっていうことを愚直に今ものすごくやっています。それは鏡を見て先におめでとうのエネルギーを出して自分にこうすり込ませるっていう作業を1時間おきにやってます。土曜日、日曜日は午前中寝てるので午後になったら家族が横にいても車に私が乗っててもこうやってスマホ出して、おめでとうあんちゃんおめでとうって、子供がいようが、夫がいようが、その横で私はこれをやってる。って、やってる。やってたら、チャンスが巡ってきた。現実が動き始めた。ああ、嬉しい。もう本当に嬉しい。だってさ、もうなんかさ、もうスピリチュアルとは全然さ、関係がない、その、ハッピーちゃんも関係ない、さやちゃんも関係がない、もう本当に、シャバ。社会って、そういう人たちに向けて、関わっていく、営業していく、伝えていく、私、きっと役に立てますって言って、私きっと、あなたのお客さんたちを、北九州の子たちの着飾るのを、力になれますっていうのって、もうすげえ勇気いったの、前。もう怖いし、なんか、無限にされるの嫌だし、と思って。でも、絶対にっていうか、私はやりたいなっていう気持ちと、その、こう、自然とアイディアが浮かんで、行動に移せるようになったのは、もう絶対に地道に、おめでとうおめでとうって言って鏡に向かってもうガンガンに言ってたからしかないんですよ、私。だって日常生活の行動とかが変わったものってもうそればっかりだし、まあ、モメットはさらに追加で踊る量を増やしてるけど、それしかない。だからね、今ね、現実がね、下げってなってる人、本当に、鏡見て、おめでとうって、自分の心が震えるように、自分が言われたい言葉を、どんどんと自分に、送ってください。本当に送ってください。私は、もう、しつこく何度でも言います。やってください。だって、自分が経験してみて、すごく良かった。自然と、エゴキンマンがやっぱり減っていく。その自分を否定する声がものすごく減っていく。それが減っていくと何が起きるか。アイディアが、望みがまず出てくる。そして、その望みを叶えるためのアイディアが降りてくる。そして、アイディアが降りてきた時に、あ、やってみようっていう風な行動力が上がる。それは全部防いでる原因っていうのは何かっていうと、肯定感の低さ。自分への愛が弱まっている証。だから、もうどんどんと、おめでとうって、やろう。でね、もし、私知ってんのよ。私できなかったから知ってんのよ。これ何年か前に私が、この情報は知ってたけれども、実行に移せなかった理由があって、それは何かっていうと、なんか自分の顔がまともに見れない。自分の目を鏡に見るのがかなりしんどい。で、そのやり方、しすいさんが言ってるやり方でやらなくちゃと思ってやってみても、一日やってみてまずすんごい気持ち悪かったから、できなかった。もう鏡が見れない。だから、もしそんな子がいるのであれば、ちょっとだけ見ればいいよ。自分がやってみようかなって思うレベルで目を見るとか、もう鏡を見ることさえもう結構厳しいなと思ったら、おめでとうって、おめでとうって、おめでとうから始めてもいいと思う。ものすごくハードルを下げていいから、自分に対してのこう、愛を送る作業を何かしらやってみてもらいたい。言葉を送る。自分が言われたい言葉何かなって見つけてあげるのも一歩だし、ドラマ見て、ああ、こんなセリフ男の人から言われたいなっていうのを、心に留める、ノートに書き留めるのも自分への愛だし、自分が何が好き、何に触れてるかっていうのを一つ一つ、気にかけてあげることも自分への愛なんですよね。だから自分に愛を送る方法や手段っていうのは、もうすっごいいくらでもあるけども、何かその人が言ってる、発信者が言ってることに関して、できないなって思った。でもなんかいいんだろうなって思ったのであれば、何かどうやったら自分に取り込めるのかなって、自分ができる苦しくないハードルは何かな鏡見ろって言われたけど、鏡見るの無理だな。スマホ見ようかな。スマホ見るのも正直難しいな。スマホも見ずに自分の顔も見ないで、ただ体こうやって撫でながら大好きだよって言ってあげることはちょっとできるかもしれないなって言って、こうやってちょっとずつやってみる。ちょっとずつやってみる。自分ができる範囲で難しくない。でも、あ、これやってみたらちょっと良さそうだなっていうレベル感のものを内側で話し合って見つけて実際にやっていくと、変わるそう。ね。挫折するっていうのは何が起きてるかっていうと、本当に自分は、あ、これやれるって思って過信をして大きいハードルを掲げてできなかったって言ってやめてるんですよ。だから、ハードルを下げる。それをハードルの下げ方、尋常じゃない下げ方でいい。それは人が、はるちゃんは1時間おきにやってるんだ、私もやらなくちゃとかじゃなくて、それは私の型だから、あなたに合う型にして作り上げて、でやっていくと何が起きるかっていうと、人に伝えられるわけですよ。スーパーできる人の本が世の中にあるわけよ。だからスーパーできない子に寄り添った言葉をかけられるのは、自分ができない子であればあるほど寄り添える人が増えるわけよ。元気いっぱいの人間の言葉が届かない人もいるわけよ。あなたの言葉だから届く人がいるわけよ。これ、秩父保護も同じね。なんか、50代の、閉経して、セックスもあと20年くらいしてませんっていう女性の話すヨニワンドの使い方、膣ほぐしの仕方っていうのに響く人もいれば、20前半のキュルキュルって可愛い女の子が、ヨニワンドほぐして彼氏に愛されてますっていう話を聞いて響く子もいるわけじゃないですか。どっちの話が、いい悪いじゃなくて、この人とこの人で、対象が変わるわけじゃないですか。聞きやすい人の対象が。だから、あなたが今やってみて実践した話をシェアすることで、ものすごい社会に役立つ人がいるわけですよ。聞いてくれる人はいない、最初いないかもしれないけれども、いるし、絶対にいるし、一人かもしれないし、めっちゃ少ないかもしれないけれども、でもあなたの言葉、人生が変わる人とか、行動が変わる人が絶対にいるわけですよ。だから、やってってなんか自分がやってみたこととか感動したこととか社会にどうかシェアしてみてください。絶対に響く人がいる。それが響いてくれる人が一人でもいたらはちゃめちゃに嬉しいじゃないですか。